N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、パリパリバー×ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー森永製菓です。ツイッターでフォロー&リツイートすると応募完了、リツイート数に応じて当選数が増えたり、引用リツイートでの参加だと当選確率が2倍などのギミックがあります。それでは烈さん解説お願いします。はい、ドラゴンボールスーパーの映画スーパーヒーローっていう映画のコラボ商品&キャンペーンっていう感じですね。でドラゴンボールスーパーっていうのは、まあ、あのドラゴンボールの続編で魔人ブーと最後戦うんですけども、その後を描いているのがドラゴンボールスーパーで、宇宙は本当は7個あったみたいなとんでもスタートで、こう当時感じてた強さのインフレみたいのが別方向に行ってて、結構見応えがあるドラゴンボールスーパーなんですね。でそれが映画化されるにあたって、まあ、パリパリバーのコラボ商品が出たってことですね。で、5月9日っていうのが悟空の日ということで、まあ、原作ではピッコロ記念日だった気もするんですけども、5月9日にピッコロ大魔王が国王になったわけですよ。なんでピッコロ大記念日って言ってたんですけど、まあ、今では5と9で悟空にかけているということですね。でさらに5月9日はアイスクリームの日っていうこともあるため、まあ、アイスと悟空でこのコラボがなされていると。アイスクリームの日っていうのは1964年にアイスクリーム協会っていうのがあって、記念イベントで各所にアイスクリームをプレゼントしたことから、翌年からアイスクリームの日みたいになって各種イベントを実施するようになったらしいです。でキャンペーンの仕組みとしては、まあ、ツイッターでフォロー&リツイートするキャンペーンになってて、で RT 数が増えると当選者数っていうのが増えていくと、 86RT だったら5名、8686だったら100名みたいな、パリパリで8686なわけですね。でこうシンプルながらみんなの RT でパリパリバーが巨大化するみたいなイメージの形になっていると、まあ、それを限界突破キャンペーンって名付けることによって、こう子供心に火をつけるような内容になっています。でさらに、まあ、引用リツイートで当選確率2倍っていうものもやっていて、まあ、これもよく見かけるようになってきましたね。ただリツイートされるよりも、ただリツイートされたらそのドラゴンボールのアカウント、パリパリバーのアカウントがリツイートされたっていうことが見えるんですけども、引用リツイートだと本人のアカウントから投稿された形になるので、まあ、より広告っぽくなくタイムラインに出るということで、エンゲージメントが高くなるため当選確率を上げているみたいな形ですね。でもう一つ、キャンペーンやっていて、こちらは当たり棒が出たらっていうようなアナログマストバイもやってます。未だにやっぱ当たり棒ってあるんですね。昔はこうスーパーとかに店員さんに当たり棒を見せて、いわゆる確認みたいななしにもう一本もらったような気もしますが、今時は当たり棒をセロハンテープに貼って郵送しているというアナログの部分もあります。まあ、インセンティブにキャラクターを出すっていうのは当たり前なんですけども、フォロー&リツイートキャンペーンなどのシンプルなものに対して IP の世界観をどう乗っけるか、今回だったら限界突破みたいな名前にしてしまうみたいな観点で非常に参考になります。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。